ホンダ E。 ホンダ E 行ってきます。では、今から花園店さんの今田社長、はい、初試乗、初試乗してきます。はい、後方確認大丈夫でしょうか。後方確認よし発進おばあちゃん歩いてるちょっと見てみましょう、はい、これは今普通モードかな。今はね、そうです、ここにノーマルって。おお、ミラーか。目的地左方向です。はい、あ、スルッとしてる。そうなんですよ、違うね、モニターの画面の感じ、はい、なんか指紋が気にならないような。あ、でこれでなんかね、こちら走ってる時はこっちで座れる。すげーすげー。これ OK ホンダ。おお、お腹すいた。複数のレストランがあります。浸水大事です。絞り込むかリスト番号でお選びください。すげー、やっぱりいいです。なんかホーム画面、おーすごいすごいね。なんか全く今までと違う乗り物ですね。違う乗り物やね。あ、横幅あるからもっとなんか違うね。うん、その室内の作り方が今ずっと従来の最近の車と全然違うね、インテリアが。そうですよね、直線で、はい、うん、結構フラットで、うん、なんですけどこのモニター分があるんでちょっとコンソールが上に上がってますよね。そうそうそう、うん、でやっぱフィットと比べるとちょっとこのガラス面が低いというか狭い、そうやね、かなと思うんですけど、ね、確かに確かに、まあ、それさえねなんかいっぱい機材もついてるし、こういうのつけてるから余計そうなんでしょうよね。そうやね、だからこっちのミラーがないから、はい、ここが見えるのすごい。そうなんですね、これなんかもうないミラーを、ないミラーを見てしまうというね、ここじゃなくてここを見るっていう。本当本当今の今どんな感じですか。いや普通にこれ乗り出したら車として乗れちゃうね。エクスポーツなんですか。乗んでないけどそこでできる。あ、これ3段階2段階今スポーツ違うスポーツ。あ、もういきなりパワーアップするね、すごい。まあこれはワンペダルになってないと思います。なってないね、普通の、うん、なるほど。ハンドルめっちゃ切れるんですよ。そうやね、あのタイヤ外れるんちゃうかいうぐらいの写真見てたらいやほんまクルックルして、もうこうタイヤの上に足かけれそうな感じですよ。そうやね、まあ、この天井拭くときちょっとハンドル切って、あ、乗れる、足かけて乗れますよ、ね、本当だ。あ、これ重心低いからほんま安定してる。そうなんですよ、50対50出ましたっけ。あ、すごい、50-50 でもう完全にスポーツカーですよね、うん、低いもんね、バッテリーがそこに入ってるから。あれします、ワンペダルやります。あ、ワンペダルやります、はい、今そこで、はいはい、ワンペダルを押します。あ、ほんまや、すごいでしょこれ。今ねこれパドルシフトでこの強さ変えれるんですけど、うん、そうやね、今3段階の3ですね、一番強い。あ、強いやつ、はい、これマイナスペダルで外してたら軽くなります。いや、ブレーキいらんわ、ね、止まるすごい。でもやっぱちょっと乗った感想としてはなんかちょっと重い車になったなと思って、これするとそうやね、なんかねちょっと軽快さがなくなったかなっていう感じがしますね。もういきなりブレーキ踏む暇いらんから、うんうん、これ気になるのがこれ後ろブレーキランプがついてるのかなと思って。ついてると思う、このアクセル外した時、うん、ついてると思う。じゃないと危ないですよね、うん、これぐらい強かったら、うん、これまあ一応4人乗りみたいな。そうやね、フィット5人乗りですよね、うん、そうそうそう、だからちょっと1人家族構成これ気にして買わないと本当本当、うん、でも多分これ後部座席は僕も荷物大きいなと思ってますね。そうやね、意外と狭いね、うん、まあ乗れるっちゃ乗れるんですけど、うん、こんな状態、うん、なんか生地感と色目がいいね。でこれね、なんかあのこのシートはアコードのそうそうフレーム使ってるみたいですね。シートフレームはアコードやから、ちょっとなんかこう幅が広いかなっていう。そうそう、うん、シートはゆったり作ってるね、
おなんかオプションでこの木目じゃないやつ、ああなんか貼るやつある、ね、これ絶対木目の方がいいなと思うんですけど、うん、これの方がいいよ、うん、これエブリーゴーでこれもねえ、あわざとこれ戦略ですかね、そうだと思うねえ、これ宣伝カーみたいなもんですか、ホンダの宣伝カーですよね、そういう考え方でカーシェアを増えていけるね、これ雨の日もよく見えるし、夜もよく見えるみたいなことが言ってたから、それもいいな、なんかボディ剛性も強そうな気がするんですね、強いなんかこうクラッシュした時も、うん、なんかボンネットをまだこうやっぽんと跳ね上がる機能がついてるみたいなんですよ、うん、強そう、すごいブレーキ踏んでないよさっきから一番弱いやつやね、色目がかっこいいですね、なんかこう茶色と黒の、そう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 、なんか昔なんかミッドセンチュリーとかなんかあの高級家具にあるようなイームズとかね、なんかあの辺の時代のやつですよね、ちなみに私先ほど本題手付金に戻ってきましたありがとうございますやばいやばいよ、うん、金額見て合計金額見てもう驚愕しましたね高いですね、電気自動車、はい、これ今乗ってるアドバンスで、なんやかんや車検2年付きでしたっけ、ね、で込み込みで530万ぐらいいっちゃいましたね、530万ってすごいよ、もう完全に高級車、うん、でもう一つのアドバンスじゃないやつは480ぐらいでしたっけ、うん、ね、ね、いやその差40万から50万ぐらい恐ろしいや、こら早いわ、高速乗ったらもっとビビりますよ、そうやね、ビューっていくやろね、そうそう、あの思ってる以上に速いんで、うん、なんか、なんかあの合流のとことか、あれもうあんまこんなところに来たんやっていう、6、3リッターやったら相当速いで、しかも車両重量がね、そう、そんなでかい車より軽いんで1500ぐらいですごい、まあ、ちょっと重い方ですかね、このボディにしたら重い方ですけど、ね、バッテリーがあるから、ね、でもこの低重心と前後の重量バランスの実態これ効いてるね、あやっぱそう思います、ね、いや普通の車こんな安定しない、全然これあのちょっとワインディングとかいったら、はいはい、面白いん違うかな、山ね、これあの、ね、そこでスポーツカーで走ってるおじさんたちの後ろペタってつけれるよ、いけるかもしれないですね、全然つけれる、何やあの車みたいななんでこんな速いんやみたいな、ホンダいい、何やみたいな、すごい、ああ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 、やっぱこれすごいわ、このちらつきどうですかこれの、いや全然気にならない、うん、なんかもうここで見れてしまうっていう視線の移動が少ないから、ああ視線移動が、うん、いやでも音もなく走るってほんまこれのことですよね、ほんまやね、なんか疑似音になってるんですかね外で、なってると、電子音的なやつ、うん、こっちには聞こえへんね、うん、あ、いやこれもちょっとなんか昔の、あ昔の車のデザインやで、うん、いやあったよ丸の、うん、ありましたホンダで、ここ、うん、あったあった、そうや思い出した、うん、CVCC とか、うん、CVCC、 いや M もうほんとここなんかちっちゃいし、うん、ねエアバッグ入ってるんですよね、そう、いやいやいや、でもフィットのハンドルとはちょっと違いますね、違うよね、すごいね、これはね僕あえて今乗る車やなと思いましたね、あのみんな乗ってないんで、いやなかなかね500万出しませんよ本当にやばいっすね、うん、500万、うん、YouTuber はそんな稼いでないんですけどあエンジン音とかしないから、そうなんですよ、いいわ、まあ、EHEV のハイブリッドもね、いやだいぶそう静かでパワーあるんですけど、またそれとは違いますよね、違う違うね、うん、なんかもうちょっと、うん、やっぱり RR で後ろのタイヤ、あ、そうやね、それもあるんですかね、
構なんかやっぱこうグッと G、うん、G があるんですよ。そうやね、うん、ドラゴン。その辺もすごいスポーティーな車だなと、うん、やっぱこれスポーツカーって言ってもいいんじゃないですかね。キビキビ走るね。ほんまこのこれは餌あげれるんですよね。なんかどれやったかな。アプリセント。あ、なんやこれ。なんかいろいろ立ち上がる。あ、これそうそう、フリー Wi-Fi もついてるんですよ。あ、そうやね。Wi-Fi。車が Wi-Fi スポットになるからね。あ、そうそうこれ。でなんかいろいろ契約せなあかんですよね。なんか月に500円とか、さこれは300円やったかな。そうなんかいろいろなんかこっちは500円のパックは1年間無料みたいなことを言ってましたね。とりあえず全部つけようかなと最初は。そうやね。ただのうちはやってみないとね。これで早くて11月入れてました。いつやろね。年内っぽいですかね。ちょっと分かんないですけど、ね、確認しとくけど。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけでホンダEを、試乗してみたでした。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バーイ。